最も輝かしい年齢なのかもしれません。まあやはりね、同じ年齢でも、その自分の過ごしてきた生き方っていうもので、はい、随分皆さん顔つき違いますよね。そうですね。私すごく印象に残ったのはやっぱりアンディさんカップルっていうのは非常に自由だし分かり合ってるし、だから自信あろうとなかろうと迷惑をかけてるかもしれないけれども、こう自分の大事にして生きていける年になるのかな。あ、そうね、だから自分のやりたいことをやりたい時にやれる幸せっていうものを追いかけてる人もいるし、それからやっぱり自分の家庭の事情で自分のやりたいことを諦めて新しい生活始めてんだけど、やはり過去を後悔すると自分が惨めになるっていうね、そういうこう開き直り方っていうのをする年齢だと思うんですけどね。僕今日見ててね、つくづくやっぱり30歳になるとね、あの幸せの幅が広がるんじゃないかって気がするの。出産とか結婚とかっていうことだけが幸せじゃなくて、自分の生き方、貫き方をこう発見する年齢、伊藤さんなんかまさにそうですよね。そうですね。またそういう30であってほしいなと思いますよね。幅を広げましょう。かつては上流階級の人たち専用だったホテルの数々、ホテルマンが付きっきりの常連さんや八代将軍ゆかりのお姫様ご創業のホテルなど、来週のそこが知りたい、一度は行きたいクラシックホテル。